皆さんこんにちは。本日はあの米国株マーケットコンパスですけれども決算発表で新価が問われる米国株これと題してですねご説明の方をしていきたいと思います。それではあの早速参りましょう。えっと本日のテーマなんですけれどもえっと全部であの四つございまして一つ目が米株市場の振り返りとマーケットの環境。二つ目が経済指標。 そして3つ目が企業の業績そして4つ目がですね参考銘柄ということで5つほどご紹介させていただきたいと思います。でまあ、もうすぐしますとですねアメリカの決算発表シーズンが始まるわけなんですけども特にこの先月からですねマーケットのこの関心というのは景気動向でしたりあるいは金融システムの不安感 ここういったたところにですね注がれてきたわけけなんですけども徐々に企業の業績にですね焦点がこう当たってくる可能性が高いと思われまして今後今回のメインテーマとしてですね企業業績というのをですね持ってきたという形になります。それでは早速ですけどもテーマの1つ目ですね「振り返るとマーケットの環境」ということで。 まず左側のチャートでございますけれども、こちら、のアメリカの主要株価3指数のですね年初来からの株価のパフォーマンスになっておりまして、黄色いのがニューヨークダウン、ブルーが S&P500、緑色がですねナスダックという形になります。これを見ていただくとですね一目瞭然なんですけれども、ナスダックがパフォーマンスとしてはです、ねまあ、いいと。 で特にアメリカのですねこの長期金利のまあ低下を背景にまああの株価がですねまあ上がってきているといった今状況になります。で右側の方がですねそのナスダックの過去1年間の株価のチャートになります。で紫色のラインが入っているのがですね200日移動平均線で緑色がですねえっと50日移動平均線になります。 で右側の方のグラフの右側の方うで,です、ね、この緑色の50日移動平均が紫色の200日移動平均を上回るいわゆるゴールデンクロスという,うチャート的にですね妙、えーまあ、味がこう今出てきておりますしあるいは、まあ、昨年からのですね安値から見てもですね、まあ、かなりナスダックがまあ上がってきているということで、まあ、この2つから言えることはですね、まあ、ナスダックが まあ底入れの可能性をまあ強めているといったことがまあ足元のこういったの指標からですね読み取ることができます。でこちらがですねえっと S&P500 指数のセクターをですね全部でえっと11個に分けた時のえっと年初来のですねこちらのパフォーマンスになります。でですねこちらでですねえっとご注目いただきたいのがえっと ブルーのですね水色のですね情報技術というセクターと茶色のですねコミュニケーションサービスというセクターがあるんですけども年初来のアメリカ株のセクターパフォーマンスで言いますと今申し上げたこの情報技術とですねコミュニケーションサービスこの,この2つのセクターが非常にパフォーマンスとしてはですね好調にあります。 一方で黄色のですね、えっとこれ金融なんですけれども、この金融がまあ安騰パフォーム増してきているという形でいます。これはあの3月のですね、まあシリコンバレー銀行のまあ経営破綻からまあ金融株が大きくまあ売られたということもあるんですけれども、まあそのパフォーマンスがまあちょっとこうまあネガティブな意図としてですね、今出ているといった状況になります。 そしてこちらがですね同じく S&P500 指数をですね、えー、今度ファクターごとに分けたときにどのファクターがまあパフォーマンスがいいのかあるいはパフォーマンスがよくないのかっていうのをですね見たものになりますでこれもまあ年初来からなんですけどもえっ、ー、と黒い色がですね、えー、とこれグロースになります、まあ、パフォーマンスがいいということで、まあ、あのファクター的に言うとですねグロース株がまあこう パフォーマンスとしてはまあるいは時価総額時価総額の大きい銘柄がですね良かったという形になります一方逆にですねえっとバリューですとか配当利回りがまあ低下傾向にございますのでバリューの関連の株ですとか配当利回りの関連株っていうのがですねちょっとこうパフォーマンス的にはですねちょっとこう劣後したといった状況になります えそしてですねえっとこちらのえっとグラフ二つちょっとご用意させていただきましたんですけどもえっとまあ今週の金曜日からですねまあアメリカの大手の銀行のですねまあ決算発表が始まるわけなんですけどもそこでもですねえこうちょっとこう注目されるようなあ事象になりますけどもまあ預金のおお話になりますがえっとまずはの左側のですねえっとグラフになりますこれはえっとアメリカの中小銀行と大銀行に分けた時のですね。 預金残高の推移になります。まあ上に行けば預金が増えている、下に行けば預金がまあ減っているといった意味になりますけれども、えー、特にですね顕著なのがこのブルーの中小銀行ですね。えー、まあシリコンバレーがまあ経営破綻した以降ですね、まあ一気にこう預金がですね、まあ、流出したという形になります。まあ足元ちょっとこう落ち着きをですね、まあ、見せてはいるんですけども、えー、今回のアメリカのですね銀行の決算のまあ一つのまあポイントとしてですね。 預金の状況がまあどうなのかっていうのはですね一つこう注目される可能性があるんじゃないかなというふうに思います。ではあのその預金が流出したわけなんですけどもそれがまあじゃあどこにいってるのかということでですねご用意させていただいたのはこの右側のグラフになりましてこれはあのアメリカのですね、えっと、MMF の預金、えっと、残高になりますが、まあ、一気にですね特にこう右端の方になりますけどもこう一気にこう。 残高が増えてきてきいるととうことで中小銀行から流出した預金のお金がですね MMF に流れてきているといった状況が今足元ではですね今見られるといった状況になります。続いてですねこちらもあのアメリカの銀行の株式のですねパフォーマンスを見たものになりますがえとそれぞれ期間といたしましては5日間。 あとと過去1ヶ月間あと年初来という形になりますで赤く塗ってあるところ黄色く塗ってあるところ、まあ、緑色に塗ってあるところがですね、まあ、色分けをしてるんですけどもこれはのパフォーマンスのですね、まあ、差によって色分けをしてありまして赤色がまあ一番、まあ、良くなくてですね、えー、真ん中が黄色で緑に行けば行くほどまあパフォーマンスがまあいいっていう形になりますけども、えー、これを見ていただくとですね えと例えば JP モルガンバンコブ・アメリカシティグループ、まあ、ウェルズ・ファーゴという形になりますけども過去5日間のです、ね、パフォーマンスちょっとこう落ち着いてきたかなといった印象がございますそのお隣の例えば過去1か月間だとか年、ね、初来から見てもですねパフォーマンスとしては、まあまあ、改善しているのがまあ目立っています一方で、えっと、ファースト・リパブリック・バンクとかウェスタン・アライアンス、えー、あるいはバック・ウェスト・バンコーク ね、この3つに関してはあの、まあ、関してもですね、まあ、基本的には、えっと、過去5日間パフォーマンスは、まあ、落ち着いてはいるんですけども、まあ、いかんせ性過去1ヶ月間と、まあ、年初来のパフォーマンスはかなりこう大きく下げてきておりますので、えー、もうちょっと本格的な回復にはですね、まあ、時間がかかるかなといった印象がございます。でこのパフォーマンスを見る時にはですね何らかの,このベンチマークを、まあ、比較するベンチマークがあるのですね、まあ、より分かりやすいと思うんですけども。 一番下,と下から2つ目にですね S&P500 指数とナスダックのパフォーマンスもそれぞれまあお付けしてるんですけども例えばまあ先ほど申し上げた銀行をですね、まあ、過去5日間は確かにまあいいんですけども過去1か月間あるいは年、ね、初来で見ると S&P500 指数とかナスダックに比べるとですね、まあ、パフォーマンスとしてはですねまだまだちょっとこうアンダーパフォーマンスしているといった状況になっております。 そしてですねこちらなんですけども、アメリカの大手銀行のですね CDS ・クレジット・デフォルト・スワップの推移を、えっと、表したデータになります。これがまあかなりこう大きくですね、えー、上昇がこう続いていくようですと、ちょっとやはり銀行のですねネガティブな状況として捉えられてしまうんですけども、まあ、足元で,ですね今、状況がどうなっているかといいますと、 まあ一時期ですね、かなり確かにこう上がったんですけども、例えばこう2020年のですねえ高水準の時期、ちょっとこうグラフの左の方にですね2020年のかなりまあ大きく上がっているところがあるんですけども、その局面と比べると、で足元、まだそれほど高まってはいないといった状況になります。まあ、マーケットがですね、まだ2020年と比べると、ですねまだそれほどでまあ悲観はしていないといった状況がですね、 ここういった CDS の動ききからです、ね、読み取ることができますそしてです、ね、こちらが金融ストレス指数というのをです、ね、それぞれピックアップしておりまして左側にございますのが OFR 金融ストレス指数右側にあるのが、ね、セントルイス連銀が発表しております金融ストレス指数になります。 金融ストレス指数というのは、えっと、イールドスプレッドですとか、まあ、金利などの状況からですね、えー、金融のストレス状況がどのように高まっているのかあるいは、まあ、落ち着いているのかをですね、えっと、見る指標になっております。でこの2つのですね金融ストレス指数ですねからどういったことが分かるかといいますと。 えっと三月にですね、まああのシリコンバレー銀行がまあ切離して、結構一気に金融へのですね。ネガティブな見方がまあ増えた時期なんですけれども、その時に。金融のストレス指数というのはですね、え結構大きくこう上がったんですけれども。足元でちょっとこう、また落ち着きをですね、まあ見せてきているという状況になります。前のページの C. D. S. と同様にですね。えまあ二千、例えばこう二千二十年の時の金融ストレス指数ってかなりこう大きく。 まあ上昇していたわけなんですけれども、まあ始末とまだそこまそこまでので,ですね緊張感にはですねまだ至っていないという状況になります。えー、そしてですねえー、とテーマ一の最後になりますけれどもえっ、ー、と二千二十三年、えー、年末時点の、えー、サンドピークアクシスのですね、えー、各ストラテジストのまあ目標値についてなんですけれども。 えこちらあの三月の中頃の時点でのですね予想になるんですけどもまああの二月時点の予想とですねまあ変わらずといったことでですねアメリカ株のマストラテジストのですね目標値というのがですね今のところちょっと今変更はしていないという感になりますまだちょっとこう上に行くか下に行くかあちょっとまだこう方向感がですねまあ出てきていないという状況になりますえっとちなみにですねえっと二千二十三年三月の中半ば時点のですね。 中央値これ4075になるんですけどもこの4075がですね年末の中央値になるんですがこれがになると仮に仮定いたしますと現在のサンドピークアクシスの終値から見るとですねほぼ横ばいでの着地といった形の可能性をですね示唆しております。それではですねテーマ2つ目になりますけども経済資料になります。 まあメッセージといたしましては、先に申し上げると、インフレのピークアウト感がまあかなり鮮明になってきているというのが、こちらのテーマ2のですねまあメッセージになりますけれども、まず一つ目になります。こちら、PCE、これはの個人消費支出、これのですねえと価格指数と、コア PCE のですねえ前年比の推移を表したものになります。ブルーの色が PCE。 黄色がですねまこちらがですね見ていただきますとまあいずれの資本もですね、まあ、ピークアウトの期待をですね、まあ、高まってきているといったことが、まあ、データからですね読み取ることができますさらにですねこのクリーブランドレンギンというところが発表しておりますインフレーションナウキャスティングというところのデータがあってですねその中あの PCE の項目がありまして、まあ、これによりますと 3月の PCE はですね前年比で4.2%の増加、4月に関しても4.5%の増加ということで、やはりですねインフレがこう鈍化のですね方向に向いてきているといったところが、こういった今後の見通しもですね占うデータからも見ることができます。 えそしてですねえっ、ー、と労働市場においてもですねえちょっとこう今までの逼迫感がちょっと落ち着いた状況が確認できるようになっておりまして、ね、まず左側のグラフになりますがえっ、ー、と求人件数と採用件数えー、ピンク色がですねえっ、ー、と採用のあ失礼いたしましたえっ、ー、と求人の件数ですで黄色がですねえっ、ー、と採用の件数になります。 えっとまだあの求人件数が採用件数あ上回ってきているということで逼迫感はまだあるんですけどもただ今回発表されました求人件数が2021年の5月以来ぶりにですね1000万件を下回ってきまして求人件数にピークアウトの兆しが出てきているグラフの方もですねちょっとこうピークアウトが出てきたのがご確認いただけるかと思います。ままたですすねえっと右側のグラフになりますけども こちらが平均時給の伸びとアトランタ連銀の賃金成長トラッカーというものですの前年比の伸びを表したものなんですけれどもこのブルーのライン、これが平均時給になりますがこの平均時給に関してもですね伸びが鈍化がかなり目立ってきているということで賃金インフレについてもですね緩和が可能性が高まってきています。 引き続き、ですねこの求人件数と平均時給が鈍化するかどうかというのは、ですねマーケットにおいてもですね非常に今後注目されるデータになるんじゃないかといううに思われますそして、ですねこの1年先の期待インフレ率がじゃあどうなっているかということですね、今後のインフレがどうなっているかというのをです、ね、表したものになりますが、こちら。 えっとブルーのラインがえっとミシガン大学の期待インフレ率、え黄色のラインがですねえっとニューヨーク連銀のまあ期待インフレ率になります。これもどちらもですねピークアウトの兆しをですね強めてきているといったことがまあ期待インフレ率のデータからもですねまあ確認できる形になります。 そしてですね今後、ちょっと注目していきたいデータということで、2つほどですねご紹介させていただきたいと思います。まず1つ目ですね、住宅の価格についてなんですけども、こちらにございますのが、S、S&P ・ケースシュラー住宅価格指数の、ですね使用20都市に関してのですねデータになります。 で、こちらでですね。えっ、ー、とちょっとごあのご注目いただきたいのがですね。えっと灰色のグラフ、これがあのサンフランシスコになります。で、緑色がシアトルになります。で、これはあの住宅価格のですね。前年比になるんですけどもまあ、このグラフでえっと今申し上げた。あと、サンフランシスコとかえっとシアトルですね。これ前年比で、ね、今マイナスになってきてます。 一方で、えっと、赤い色ですね、えっと、これ、ボストン、あるいは黄色の色、ニューヨーク、これがまだプラスなんですけども、まあ、今申し上げたこの都市の、まあ、区分けができましてですね、先に申し上げた、例えばのサンフランシスコだとかシアトルというのは、アメリカの西海岸にです、ね、ある都市になります。 一方で住宅がまだ価格がです、ね、プラスにある都市というのは先ほどニューヨークだとかボストンは東海岸にあります、まあ、あの今アメリカの西海岸どういう状況かといいますと、まあ、あの一番新しいところはシリコンバレー銀行がまあ潰れてしまったということがあるんですけどもあるいはこのハイテクの企業のです、ね、リストがかなりやっぱり目立ってきておりますので今後そういった西海岸のですね えまあ住宅をはじめといたしました経済状況がまあ悪化してしまうリスクというのはです、ね、今後、可能性としてはやはり捨てきれないということでこういったデータは非常にまた今後注目される可能性がまあ,あるんじゃないかなというふうに思いますそしてもう一つ、ですね一方で、えー、まあポジティブになりそうなデータということで,です、ね、ご用意させていただきましたのが、えー、と小売りの売上高の成長率。まあ、やはりアメリカの 経済を根幹を成しているのがですね、まあ小売になりますので、こちらがですね、えっ、ー、と NRF 全米小売業協会というところが発表しております年間ベースのですねアメリカの小売のデータになります。で、えブルーのラインがですね、えっ、ー、と小売の売上高で、え二千二十二年はこれ暫定値になりまして、で、ハ色で塗ってあるところがえっ、ー、とこれは予想値になります。予想値の中間値になります。 で黄色の折れ線がですね、これは前年との比較という形になりますけれども、ここでですね、3月にその NRF がですね、2023年の氷売上高の成長を見通しを発表しておりまして、それによりますと、4から6%成長するだろうといった見通しになります。まあ、氷がですね、まあ今年も増えるだろうといった見通しを発表しておるわけでございますが、さらにですね、この1、3月期の 個人支実に関してもですねかなり堅調が見られるといった形も発表しておりまして意外とですねこの個人消費まあ小売売上高に代表される個人消費がまあしっかりしているというのがですねえまあ足元確認されましてさらにまあ年間を通じてもですね堅調さが堅調にまあなるだろうといった見通しはアメリカの経済全体を見る上でもですねポジティブな材料として げられるんじゃないかなというふうに思いまえそしてですね、えっと、3つ目でございますが、本日のメインテーマでございます、企業の業績に関してでございますが、えっと、まずですねこちら、えっと、グラフ2つご用意させていただいておりまして、それぞれですね、12か月先の予想 EPS、EPS というのは一株利益のことなんですけれども、それの見通しになります。 で左側にございますのが S&P500 指数の12か月先の予想 EPS 右側がですねなすなく100指数の、まあ、同じく12か月先の予想 EPS になります。これをまあ見ていただくとですね、えーまあ、結構こう大きくず両方とも下げてきてたんですけども、えー、足元でこう両方の指数ともですね、えー、底入れをまあ見せつつあります。 特にですね右側の方ですねナスダック100指数に関しましてはこの予想 EPS の底入れの度合いがですね左側の S&P 500指数に比べてよりこう強く出てきているといった状況がまあ特徴的なのかなというふうに思われますまあマーケットにもですねまあフェーバーになってくるかと思うんですけども一番最初の資料にでですねナスダックがまあ強いまあ年初来強いとい申し上げたんですけどもまあこういった あ企業業績の面からもですねまあそういったところがまあ裏付けられているといったことがですね確認できるかと思います。えそしてですねこちらになりますけれどもこれがえっと二千二十三年の第一四半期のにおけるですね各セクターごとの EPS 成長率のまあ見通しになります。えこれまあ見ていただくとですね今回の決算はあどちらかというとちょっとこう減益になる セクターがでですすねね、えー、ちょっと多くてです、ねえー、具体的に申し上げますと,、えー、と下から3つ目にある例えば素材だとか真ん中ら辺にあります、まあ、ヘルスケア、まあ、こういったところがですね、まあ、結構大きな現役が見込ままれております一方逆にですね、まあ、そういったちょっとこう逆風の中でもですね増益が見込まれているところがございまして、えー、上から3つ目にございます、えー、とエネルギー ね、あとはヘルスケアの下にございます工業こういったところのセクターに関しては増益がまあ期待されているといったところになります、えー、そしてこちらがですね四半期ごとに分けた時の、えー、バリュー株の予想 EPS こちらが左側で右側にございますのが同じくですね四半期ごとに分けた時の えっとグロース株の EPS をですね成長率の見通しになります。でこちらま見ていただくとですねまず左側の方を見ていただくとですねバリューこれバリューのえっと予想 EPS のまあ見通しになるんですけれども成長率の見通しになるんですけれどもバリューに関してはですね企業を追うごとに成長率がまあ改善していくという形にが確認できます。一方右側のグロースに関してはですね。 第二四半期あるいは第三四半期ままずちょっとまだ弱い状況がまあ見込まれておりまして第四四半期にちょっとこう改善するといった見通しがまあ見込まれているという形になります。まあ今回の第一四半期の決算がですねまあこれから出てくるわけなんですけれどもまあその実績を踏まえてですねまあこういったデータがどちらの方向にですねまあ上に行くのか下に行くのか。 修正されるわけなんですけども、そういった今後の動向にもですね注目がされるかと思います。それではですね、ここであの二つほどですねこの企業業績についてまあ、ちょっとご注目される点がですね決算のまあ、これまで発表されました決算から確認できておりますのでいくつかちょっとご紹介させていただきたいと思います。 この、まあ、2つほどのです、ね、企業のコメントをご紹介させていただくんですけども、2つに共通するのがです、ね、在庫なんですね、在庫がまあ良くなってきているということなんですけども、えっと、まずあの1つ目ですね、こちらが、えっと、半導体大手のです、ねえっと、マイクロンが、えっと、先月、まあ、決算発表しておりまして、そのプレスリリースでまあコメントが出ておりまして、そ,のそこからまあ抜粋しておるんですけども、 まあ、あの顧客のです、ね、在庫がまあ改善しているとで、業界の需要と供給のバランスが今後、緩やかに改善する見通しにあるといったことをです、ね、決算のプレイスリリースでまあ発表しております。で同じくです、ねえー、と今度はあのナイキスポーツ用品のです、ねまあ、ナイキになるんですけども。 ナイキがこれもあの先月3月のです、ね、決算のプレスリリースの中で、まあ、コメントとしてです、ねまあ、載せてあるものから抜粋しておるんですがこれもあの同じく在庫に関してなんですけども、まあ、在庫に関して大幅なまあ進捗がまあ,あったと持続可能でより収益性のある成長がまあ可能になりますといったことをです、ね、発表しておりまして、まあ、何を申し上げたいかといいますと。 今後ですねやはりこの在庫がこういい環境になってですね業績がやはりこう改善する方向になるんじゃないかというですねその前触れといいますかそれをですね示唆しているこの2つの決算じゃないかなというふうに個人的にちょっと思っておりましてそのご参考ということでご紹介の方をさせていただきました。 それでは最後ですね参考銘柄ということで5つほどご紹介させていただいて終わりにしたいと思います今回参考銘柄をですね選定するにあたりまして3つのポイントから選んでおりますまず1つ目ですね四半期決算への期待2つ目が通期決算への期待そして3つ目が堅調な株価のパフォーマンスという形になります それぞれはどういったことかといいますとまずポイントの一つ目なんですけれども13月期あとセールス放送が24月期になりますけれどもその業績がですねポイントの2つ目に関しましてはですね通期の決算も市場予想で増収増益あるいは黒字の黒字転換が見込まれているといった。 予想に見通しであるとということそしてポイントの3つ目ですね、これはあの年初来の株価の騰落率がですね、サンド P500 指数よりも上回っているということ、パフォーマンスがいい銘柄からピックアップしようという形になります。それではですね、えっと、1つ目になりますけれども、アリスタネットワークスという形、会社になります。 これはカリフォルニア州にですね本社がある会社になっておりまして大規模データセンター向けクラウドネットワーキングソリューションの会社として有名な会社になります。基本的に売り上げのですね多くをですね米州で稼いできておるんですけれども特徴といたしましてはガーファムの一角でございますメタプラットフォームあるいはマイクロソフト この2社向けのです、ね、売上高が大きくてです、ね、メタに関しましては売上の26%、マイクロソフトに関してはです、ね、売上の16%を占めているということで、この2社がかなり大きなウェイトをです、ねまあ、占めているといったところがまあ特徴なのかなといった印象がございます。そしてです、ねまあ、先ほどポイントとして申し上げた点でございますが、1、3月期の売上高、EPS。 あるいは通期の売上高、EPS に関して、ですね、それぞれまあ条件をクリアする、まあ、かなり高いですね、成長がまあ見込まれている形になりますが、あと年初来の株価のパフォーマンスに関しても、ですね、S&P、P、額指数がまあ大体年初来7%程度の上昇なんですけれども、それをですね、大きく上回るパフォーマンスが今、なっております。 いただいておるんですけども、まあかなり今、まあ、水準としてはですね、高な件で推移してきている株になります。えー、そしてですね、えっと二つ目になりますが、あとブッキングホールディングという会社になります。これはあのコネチカット州に本社があります。えー、オンラインのですね予約旅行の予約サービス会社になります。えー、旅行の予約以外にですね、例えばあのレンタカーの予約サイトだ。 旅行の検索の比較サイトだったりあるいはのレストランのです、ね、予約サイトだったりなんかもです、ね、ブ,ランドしてブランドとして持っております、まあ、コロナのです、ねまあ、悪影響がまあだいぶ落ち着いてきておりまして2022年の売上高がすでにコロナ前の水準を上回るところまで回復してきておりますまたですね、えっと、自社株買いの計画といたしまして 200億ドルをですね実施するといったこともですね発表しておりましてそういった株主還元の点からもですね注目できるんじゃないかなというふうに思います。でポイントの1つ目と2つ目に挙げました四半期の業績あるいは通期の業績の見通しに関してもですねまあ好業績がですねまあ期待されております。 ネスラーの株価のパフォーマンスについてもですね、これもえっと28%程度上昇してきておりまして、サンドピオもですね、サンドピーバッをまあ大幅にまあ上回ってきているといった状況になります。まあ株価の方もですね、過去1年間のかなり高い水準までですね、今回復を強めております。えそしてですね、えっと三つ目になりますけども、えっとセールスホースになります。 これはカリフォルニア州に本社を持っております、クラウド型の CRM CR、顧客管理のプラットフォーム会社といたしまして、世界最大手のですね会社になります。基本的にこのビジネスモデルは、ですねサブ,スサブスクリプション型のビジネスモデルになっております。このセールソース、先ほどの,あのブッキングホールディングと同じで、ですね、えっと、自社株買いの計画をですね200億ドルにですね、 拡大するとといったことをです、ね、発表ししてておりまして株主還元でも注目できる、えー、銘柄になっております。またポイントの1つ目と2つ目にありました四半期の業績あるいは通期の業績に関してもですね、えーまあ、増収増益が見込まれております。で年初来の株価のパフォーマンスもですね、えー、まあかなりこれもパフォーマンスがいい形になります。 そして4つ目ですね、えっと、ラススベガスサンズこれはあのネバダ州に本社社がありりまますすカジノののリゾートの会にになります、まあ、ネバダ州に、まあ、アメリカの会社ではあるんですけども基本的にビジネスとメインといたしましてはマカオですねザ・ベデンチア・マカオというカジノがあるんですけどもあるいはシンガポールのです、ね、これ日本でも結構有名ではありますがマリーナ・ベイサンズこれがですねかなりビジネスとしては大きなメインになっております。 でまあカジノ以外にもですねビジネスの多角化をまあ測っておりましてまあカジノが売上の大体六十四パーセント、客室まあホテルの客室ですねこれからの十一パーセント、飲食がまあ七パーセントでまあ以下ですね、えー、まあそれ以外にもまああるんですけどもまあ多角化をですね測、まあ、ってきているといったところがあ特徴なのかなというふうに思います。でカジノに関しましてはですね。 このマカオ今、このマカオというのは世界最大のです、ね、カジノの市場になってきておりまして、えっと、このマカオのです、ね、マカオ全体のカジノの収入になるんですけども、えー、今年の3月、これ前年比で3.5倍の拡大ということで、えー、まあかなりです、ね、これも急回復が今、出てきておりましてこのラスベカスサンズにもです、ね、今後のまあ恩恵がまあ期待される可能性があるんじゃないかなというふうに思います。 でラスベガス・サンズに関してはです、ねえっと、1、3月期あるいは2期の EPS がこれは黒字の転換が見込まれてきているといった形になります。年収来の株価のパフォーマンスです、ねえーまあ先ほどの3つの銘柄に比べるとまだちょっとこうそれほど上がってはいないんですけどもそれでもサンドピーク学指数をです、ねまあ、アウトパフォームしているという状況になります。 それでは最後になりますがモノリシックパワーシステムズという会社になります。これはワシントン州にですね本社があるファブレスの半導体のメーカーになります。高パフォーマンスのアナログ IC などにですね注力をしております。この会社の特徴がですね結構こうバランスがいいというのがですね結構特徴なのかなといった印象があるんですけども。 例えば売上高比率ですね、これ、エンドユーザーの売上高比率になりますけれども、ストレージコンピューティングが25%、コンシューマーが18%、自動車が17%、通信が14%ということで,で、すね結構こうバランスが取れているというのがです、ねまあ、特徴的なのかなといった印象がございますやっぱりそのバランスがいいので、過去のです、ね、売上高のトレンドも結構こう右肩上がりのトレンドが続いてきておりまして。 安定的な会社の一つとしてですね注目できるんじゃないかなというふうに思うんですけどもポイントの一つ目と二つ目に挙げました四半期の業績の予想あるいは通期の業績の予想ですねいずれも増収増収益が見込ままれております年初来の株価のパフォーマンスもですね S&P 価ク指数を大きく上回るといった見通しで今状況になっております。 それではですねこれをもちまして本日の米国株マーケットコンパスは終わりにさせていただきたいと思いますご視聴ありがとうございました